はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。100ポイントゲット。はい、なんか昨日ね、コメントとかで、リミットブレイククラウドと、あのセフィロスがね、なんか特攻みたいになってるよっていうのをコメントでいただいてて、でやってみようかなと思ったら、なんかもう修正されちゃったみたいですね。これですねきっとね。おはじきバトルにおいて一部のキャラクターが正常ではない強さで計算されているっていうことで、19時15分か、惜しかったね19時15分までね気づいて使ってた人はね、結構特攻みたいな感じになってたみたいだからね、良かったんでですね、残念ですねなんかまあどっちにしろね、リミットブレイククラウドは持ってないし、まあ、セフィロスもね大して技レベル高くないからあれだったんだけど、まあサブアカではセフィロス普通に使ってたけど気づかなかったな。なんかね、どんぐらい強かったかちょっと分かんないんですけど、なんかねセフィロスとリミットブレイククラウド、もしかしたらね他にもいたかもしれないんですけどね、あの FF 妖怪ね、なんかそんなことがあったみたいですね。気づいた方すごいですね、さすがですね。はい、ということでね、今回はねちょっと緩めな感じにやろうかなと思います。一応元気ドリンクは昨日全体で3個落ちて、今日はね、今日つっても朝早くやったんだけど、元気ドリンク1個、もう1個落ちたんだよね確か、2個落ちました。でやっぱりね本気の方でしたね。なので今回は本気の方が落ちやすいのかなって思います。5分の3で、いわゆる、クジャ、私はクジャの方やってるんですけど、本気クジャ、あでもまあフレンドだとね、クジャじゃなくてビジャじゃなくてなんだっけあジダン、あジダンじゃねえ、ジタンだジタンでもそうなんだけど、本気の方が一応今回は5分の3ですけどね、ちょっと結果が出てるので、まあ、やっぱりね基本に戻ってね、本気が出たらなるべくね絡むようにしましょう。実際自分はフレンドさんのを少し削っただけなんだけどゲットできましたね。なので今回はね、まあ、私最後クジャは使うんですけど、まあ、ニョロロンだよね。だからニョロロンパで、まあ、最後ねやっていくのかなと思ってます。なのでクリスタルヤマタンとかね、種族効果のある、ニョロロンと組み合わせてね、まあ、やっていく形になるのかなと思います。はい、ということでね、一応このアカウントはまだ交換なしで、元気ドリンク3個ドロップしてます。で、クジャに勝った回数12回、本気クジャに勝った回数はね、2回となってます。まあお助け中心にねやってました。こちらはね、2番目のアカウントで、クジャに勝った回数なんで本気がね4回勝ってますお助けばっかやってるから、ね、アルティミシアをゲットしておきましょうか。これなんかドロンジョ様みたいな頭してるけど、アルティミシアゲット、こいつは強いんですかね。一応ドリームマッチがあるんでまあいいよね。ただやっぱあれだよね、ほんとちょっと元気ドリンク分かりづらくなっちゃうから後で交換するけど、まあやっぱファイナルファンタジーのコラボイベントほんといいよね。無料で交換できるっていうことで、普段はね3000とか2500、3500って取られるんで非常にねいいと思います。元気ドリンク交換してなくて、2個ですね。はい、そしたらねこれが3番目のアカウントで、こっちはね、上の方から1個交換しちゃったんで、1個ドロップですね。だから、3、2、1の6個ドロップですね。ごめんなさい。で、クジャに勝った回数9回の本気が3回です。だからメインアカウントにね、実際進んでんだよね。あ、交換しちゃった、間違えて。まあじゃあいいや、これは交換したアカウントということで。なんで、Y ポイントね、ガシャ、次はね、なんか剣、不敬の剣。出てくるから、ゲットしたいですね。これでご褒美がねもらえるんだね。ボス戦でもらえるということで300ポイントね
ドリームマッチ3個達成でもらえるんで、全然達成してないけど、うん、ちゃんとゲットしておきたいなと思います。バイポイントね、今回はあでも皇帝がないといけないか、ガシャで引かないといけないな。うん、はい、というわけで、もう一回言うと9回と3回ということでね、本当お助け中心にやってて、6個だからまあ微妙かな、初日と2日目の朝だけやって6個か、これはいいのでしょうか。そしてチーム戦どうなったかな、うん、いい感じだよねこれね、本当まだ受け取ってないんだけどね、1個は受け取っちゃったんだけど、まあね、この上側で元気ドリンク3個、そして下側のご褒美で7個交換できるんで10個ね、なので10個プラスドロップ分っていう感じでね、あの元気ドリンク最終決戦までね、節約して、ね、進めていきたいと思います。うん、確かゲットはしてないよな、今回結構経験値玉ね、なんかもらえるね。あ、もらってた、ごめん、ドロップしてたわ。じゃあ7個だそしたら7個ドロップだね。じゃあごめん、7分の5だ、全然合ってないね、申し訳ない、はい、すいません、7個7分の5ですね。はい、ということでごめんなさいね、元気ドリンクは3アカウントで7個ドロップでしたね、3、2、2ということで7個、そのうち5回ですね、ごめんなさい、2回だけね、本気じゃなかったんで5回なんで、かなりのね、7分の5ならかなりのね高い確率で本気になってるので、本当にね本当に本気のねフレンドで出たら必ずね、もうかするだけでもいいのでやってください。で今回はね、ミッションのちょっとね2日目なんだけどブレイクということで、ミッションで今回ね、そうミッション報酬が妖怪がいるんですよということでね、そう隠しステージ1をランク A 以下の妖怪のみでクリアしようということで、モーグリンやそしてね、ありがたい、嬉しいんだよね、モーグリニャンでしょ、蝶の方ですね、ここ超次元の狭間の隠しステージ2を一種族の妖怪のみでクリアしよう、チョコボニャンということで、ありがたい、ちょっとメイン役はこれ持ってんだけど、モーグリニャン、チョコボニャンね、ゲットしていきたいと思います。これはありがたい、こういうことをねもっとやってほしいな、コラボしたらな、うん、ということで隠しステージ行ってみましょう。5区これ大変だったね、超はここはなんだっけな、あの この子を使ってくるやがね、うん、まあちょっと後でも言おう、5区がねユナだっけ、うん、でとどめだよね、はい、おっとっとっと、さあ行きましょう、ゴルベーザじゃなくて X ですね、 X ですで、A ランクの妖怪でクリアということで、 A ランクはね、まあこういう A ランクミッションって、まあ、あんまりちゃんと編成しないんだけど、いつもやってるやつで、うん、攻撃力アップとアタッカー2体とかそんなんでいいんじゃないですかね。ガーランドを使ってくるや、ガーランドせっかくだからね、 FF 妖怪連れてってあげればよかったけど、まあまあまあ攻撃力アップ、まあ A ランクでなるべく攻撃力アップの技レベルがまあまあ上がってるやつを使うのがいいのかなと。ちなみに X です、6500だからね、楽勝だよねよいしょ、まあ特になんか何もないねただいいんですよ、前のね第1弾の FF コラボの時はモーグリニャンとチョコモニャンがおはじき特攻だったんですよね、だから正直ね今回もなんかミニ特攻が追加されるような気も少しはねしてんだよね、よいしょ、いやーよくでも気づいたね、リミットブレイククラウドとセフィロスがね、という感じでね、餌ぐらいあげればよかったな、そば貴重なそば、
これでいけたはずだな。一応ちょっとごめんなさいね、一応見させていただきます。一応ねレベルもねそんなに大して上がってないんじゃないかな。そうこんなレベルでもね、あのいつもなんだっけ、あの超限界突破の賞みたいなやつもらうねミッションがあると思うんだけど、まあ大体こんな感じのでね、技レベルこう攻撃アップはガシャじゃないよ攻撃力アップはねあれなんで、よしモーグリニャンゲット。うわ三突してんだね、アルテマじゃなくてアルテーニャなんだね。はい、まあ最後にね見ていきたいと思いますいやー嬉しいなモーグリニャン。そしてもう一個いきましょう。この隠しステージをね、この隠しさっきの隠しステージは一応19回以内に攻撃食らわないでクリアなんだけど、一応これはねジェクトのところは、うん、この暗闇の雲ってやつどっかのボスなのかなを使ってステージ2でクリアでね、ジェクトは出るので、さあジェクト行ってみましょう。ジェクトはね前回の第1弾でゲットできなくて、今回ねたったの2回でドロップしたんでね、ありがてえなと思ってたんだけど、一種族でっていうことで、あの特別なのをお見舞いしてやろうかなということで王族だけで行ってみたいと思います。ジェクトもね知らないんだよね。ジェクトも何なんだろう、ジェクトなんだ、ジェクトは FF 多分セブン以降だよねきっとね、知らんもん。さあ行きましょう。正直今回なんかちょっと期待してたのにな、なんかセフィロス強くなったらしいよって聞いてたからねえ、その時にやればよかったな、あもったいなかったね。さあかわいそうだけどもうおさらばしよう。6000さよなら。フィニッシュ。一応今回はなんかおはじきがね、うん、ボス種族みたいになってるんで、まあ本当はね不動明ボーイアニメでね、言っちゃっていいのかな不動明ボーイアニメでね昨日あ言っちゃダメか、昨日ねいやーって感じだねはい、じゃあチョコボニャンゲット、チョコニクラッシュ。このねチョコボニャンの時のね超懐かしいイベントが全然当時クリアできなかったな。なんかねちょうどね始めたきっかけが FF コラボだったんだよね、チョコボニャンで。そう全然ねうまくできなくて、全然クリアできなくて、なんか全然ゲットできなかったんだよね。そうなの、だからね今回かなり嬉しいね。はい、そしたらね最後チョコボニャン使って終わりにしようかなと思います。ちょっとね不動明ボーイがねまさかねアルテミシアはねダメージダウンなんだね。こいつは誰なんでしょう、時空を操る、これは何なんだこのドロンジョ様みたいな。そしてチョコボニャンね、これはね第2弾のね前回のねおはじきで小特攻でしたね、うん。そしてモーグルニャンね、これが確か隠しステージね、前回もね大変あった隠しステージでモーグルニャンとチョコボニャンが確か鍵を握ってた気がしたけどね、うん。モーグリニャンもゲットできましたね。あ、そしてリンネいいやそして隠し勢でゲットしたゼノスね、これも知らんわね。ガレーマ帝国577軍団長、なんかあれだね、あいつみたいだね、グレイグみたいだね、あのドラクエのはい、そしたらじゃあ最後ドリームマッチやって終わりにしましょうか。こいつを使って最後のねスコールを倒しましょう。スコールのアイコン結構アイコン
ファイナルファンタジーよくぞ顔をここまで落としたなって感じで、結構ね、天野さんだっけ、この劇画調タッチファイナルファンタジーといえばね、忘れちゃったね、プロデューサー坂口さんだね、だったわね。あ、今違うのかな。さあ行きましょう。まあダメージカット、レベルが低いとはいえダメージカットとダメージアップがいるんで勝てるんじゃねえのっていう、うん、かなりね、253しか食わない。さあチョコボニャンはチョコニクラッシュ、あー懐かしいね、こんなんだったね。こうでも S ランクだからね、当時はねなんかすげえゲットできなくて、これ多分3年前とかの最初、なんかすげえ悔しかった記憶がありますけどね。せっかくだからモーグリニャンを使って、そしてリンネでさよなら、あフィーバーいっちゃいましたね。じゃあリンネでバズゲージ食べますか。はい、じゃあアルテマじゃなくて、そういえばこのドロンジョ様打ってねえな、やべ、ドロンジョ様打てずに終わる。お、打てた。ドロンジョ様は、うん、普通にダメージだったね。はいはい、じゃあね、いやー、ほんと今日はねセフィロスとリミットブレイククラウドの検証、まあリミットブレイク持ってないからセフィロスの検証しようと思ってたのにね、ちょっと予定がずれちゃったんですいません。チョコボニャンとモグリニャンねゲットする動画にしました。こんな感じでね、まだ全然進んでないんですけど、一応ね、まあちょっと3連休あれだからあれだけどね、まあ帳尻合わせてね7日目にねゲットしていきたいと思います。スペシャルコインを、すごい3人もくれた。これどうなっちゃうの、リツイート報酬ってもらえるんだ。あー、これ名前とか出ちゃうからあれだよね。だけど、お三人の方ありがとうございます、ありがとうございます。初めてプレイだとすごいね、こんなにもらえるんで、ちょっと次の動画でちょっと確認したいと思います。はい、じゃあすいません、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。おはじき頑張りましょうね。さよなら、バイバイ。